これが T 兵器のデモンストレーション映像ね。さりげなく政府の機密情報を録画しちゃうあたり抜け目ないわね。 GNN のレポーターになれば稼げるんじゃない？もうくだらないこと言ってないでちゃんと見てよ。どう？この映像から情報を引き出せる？すぐには無理。ちょっと時間をもらうわよ。ええ、お願い。この T 兵器と素性の知れない開発者、そんなものが政府のプロジェクトの中枢にいるのよ。叩けばいろいろ出てくると思うわ。こっちに回したってことはベクターも絡んでると踏んでるんでしょ？でもコスモスの開発は中止されたわけじゃない？やることが回りくどくなくて。確かにそうね。でもあのテロスの姿、ベクターが無関係とは思えないわ。私たちの知らないところで何かが急速に動き始めてるのよ。 OK、 そっちは任せて。それと前回手に入れたデータ、あれに面白いものが混じってたわ。面白いもの？父の情報？いいえ、それはまた。実はカナンってキーワードが見つかってね。カナンってあのカナンのこと？いいえ、レアリエンではなくて、観測用か調査用か、そんな類のプログラムとかシステムの名称だと思う。カナン、詳しい目的はわからないけど、ベクターはこのカナンを100年以上も前から使用して何かを探っているのは間違いなさそうよ。もう少し詳しい調査をお願いできる？いいけど、追加料金がかかるわよ。何よ、お金取るの？冗談よ。あのレアリエンとも何か関係があるかもしれないからね。サービスしとくわ。ネピリム、どうしたの？誰かを守ろうとすることが幸せにつながるとは限らない。何？グリモアは私を探したかっただけ。でもそれは多くの人を不幸にした。彼が消えたことで拡大するグノーシス現象は止まるはずだった。でも、そうではなかった。シオン、今起きているグノーシス現象は、レメゲトンによるものではないわ。ある存在が、この宇宙を崩壊へと導いている。宇宙の崩壊？そんなまさか、ある存在って何なの？自らの食材のためにあり続ける悲しき存在。大切な人のことを願い続け、でもそれは多くの人を不幸にする。食材？大切な人？そう、自分と同じくらい大切な人のために。彼はこの世界を捨ててもいいと考えている。シオン、私たちがどこに行こうとしているのか知っているのはコスモスだけ。コスモスの心を開かせることができるのはあなただけなの。だから、待って！ネピリム、コスモスの心。